あなたに会えて本当に良かった、これよりスタートしたいと思います。ここステップホールさんが、昨日でちょうど4周年だったらしいんですよ。今日が、5周年、まあ、そこもなんか盛り上げていけたらなと思ってますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。では1曲目聴いてください。ハイタッチ。くたびれたシャツのままでほどけた靴ひも色あせてく憧れ、涙で揺れるワイリンロール、ふらついたってネバギバップ、オーイェイ、何度でも立ち上がろう、願いを込めてもう一度、いつか会えたら何度でも、オーイェイ、声を合わせてハイタッチ、そこへに出して呼ぶ未来、ありったけの未来図をこの手で叶えよう、太陽とひまわり、夢を追う憧れ同士、笑顔を呼ぶ輝き同士。あなたに会えて本当によかった。この後も楽しんでいきましょう。熊五郎のステージ、これから開始したいと思います。よろしく。何千回、何万回だって伝えていきたいけど届かないこともあるから、何千回、何万回だってぶつけていかなくちゃ、僕のために、僕らのために、それなら顔を上げてさあさあ飛び上がるんだ、あの日見た輝きの光景は眩しいほどに輝いて、苦しい悲しいそんな日々を一つ一つ忘れさせる、やがて明るい人は難しくない、ないない、あなたが思っているほど親は難しくない、自分のコントローラーを握っているのは誰、迷って迷って縮こまって何もできないよりはマシだろう、生きるほど苦しんで生きるほど悲しんで、頭が良くて辛いなら笑えるばかり過ごしてきた、滝鳴らすのは六弦、声が光になって高文がやってるところを純くんがやります。どうぞ。まだ何度も言うよ、君は笑顔がいい、できればずっとありがとうと言いたいんだけど、それじゃもっと笑えないから、
けは言わせてください。目の前の君に目に見えない君心から君に届きますように。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。また会いましょう。ありがとう。もう喋らず終わったら終わるおかめになると思う。ありがとう。たかちゃん待ってるで。